こんにちは、グリードキボンドクラブ安田です。今日はカウンターの特訓法についてお伝えしたいと思います。カウンターでね、大事なのは、タイミングって一番大事なんだよね。どんだけこう技が上手にできたとしても、その選ぶものが合ってたとしても、やっぱりタイミングずれてたら当たんないですよ。野球でね、こう例えばボール飛んできましたと、めっちゃ綺麗なフォームで振ったとしてもタイミングずれたら絶対当たんないですよね。でタイミングってすごい大事なんですけども、でそのタイミングが、早い分にはいいんですけど、あとで調整すればいいんで、遅れてやっぱ当たらないっていうのがやっぱ往々にして起きるんじゃないかっていうことで、今日はそのタイミングを、その反応スピードを上げる練習の方法を、紹介したいと思います。はい、じゃあちょっと早速いきましょうか。紹介します。3段階に分けるんですけど、まずね、1つ目としては、まずカウンターそのものをきちんと習得しておきましょうってことなんですね。当たり前ですけど、で、こういう技が来たらこういう回数うまく当たりますよっていろんなパターンあるんですけど、全部紹介してると全然時間ないので、今日2つだけ、ご紹介したいと思います。例えば、シンプルにドーンと蹴ってくるとしますね。で、こっち来て僕のこの半分から見て、こっち側の空間を先に相手が使ってます。僕の背中側ですね、腹側じゃなくて背中側、半分かけてこっち側の空間先に相手が使ってたら、僕がカウンターで使うべき空間はこっち側、腹側、空いてる方ですね。先に使ってる方を使うと、こう攻撃同士当たる可能性があるんで。で、どうやって動くかっていうと、まず相手が攻撃してきて、当たるまでが、これがストライキングフェーズ。で、落ちるまで、落ちて元の体勢に戻るまで、これがリカバリーフェーズって言います。で、このカウンターする人は、ストライキングフェーズの時に避けて、リカバリーの時に攻撃する。そうするとこの人避けれないね。リカバリーしてる最中はそれ以外のことができないから、そこを狙って、なおかつ空いてる空間の方を使いましょうということで、背中側を蹴ってきた場合、僕はここまっすぐ狙ってこのように一本蹴る。はい、で、これが一つ目のパターンで、もう一個、例えばじゃあ今度逆、僕のさっき背中側でしたけど、半分から今回僕のこっち側ね、お腹側蹴ってきた場合、この時は同じようにやると、こっちに同じ空間に使用しているので、ね、ぶつかる可能性があります。でもこっち側がありますね。僕の半分からこっち、背中側。だからこの時は、こっち側から、後ろ蹴りで取ることができます。この時は、ストライキングフェーズと同時に、蹴ります。後ろ蹴りっていうのは体をこう反転するので、反転する動作で、蹴り、攻撃がね、直撃を免れて、受け流すことができます。で、流しながら自分はここから反対側から蹴るので、腹側蹴ってきたときは、後ろ蹴りで、この2つのパターンを今回用意したとして、2段階目いきます、2段階目ね。で、この2つのパターン、1個ずつちゃんとフォームを習得するんですけども、どっちかをやってもらうわけですよ。どっちで来るか分かりませんという状態にして、ランダムで選んでもらいます。こっちから来るかもしれないし、じゃあ、こう返さないといけないし、この人が来たら、どっちが来るか分かんないって状態。これでしばらくやってみる。で、2つのうち1個と正しい方を選びましょうということなんですけど、何回かちょっとミスりましたね。例えばこう腹側蹴ってきた時は本当はこうやって行くべきだったところを違う動作してしまいましたけど、これはこれで OK です。結果はないので、でただやっちゃいけないことは、違う思ってたやつと違うことやっちゃいました。ここで修正していくと、一番大事なのはタイミングでしたね。タイミングを失います、ずれます。そうすると当たらないので、最初に起こしたアクションは思ってたものと違ってもそのまま従って行っちゃってください。それで OK です。はい、でこれで10回ぐらいやって、5、6本以上で7、8本とか半分以上はうまくいくよってなった時に、3段階目、次どうやってやるかっていうと、目つぶってやります。目つぶってね、どっちが目つぶるかっていうと、カウンターする側が目つぶるんですよ。
で、これは練習なので、決め事としてこっちの人は目をつぶります。で、攻撃する側の人が攻撃を行く直前というか気合をハッと出して相手を振って、それから動作してください。で、こっちの人カウンターする人は気合を聞いたら目開けます。そうするとどうなってるかっていうと、カウンターの人からすると目をつぶってて開けた瞬間にはもう何かやってるわけですよ。何かやってるね。で、さっきよりもだいぶ情報が減ってます。さっきはこうずっと目開けっぱなしに見えてました。何するかっていうのがある程度予測もできたし、あ、やっぱりこれだってことで見えてましたけども、今回目つぶって開けた瞬間にはもう何かやってるということで、そこで選ばないといけないので、情報がさっきよりだいぶ少ないです。で、その中で正しいものが選べるかどうかってことをやってみてください。はい、じゃあちょっと実際やってみましょう。あ、ちょっと目つぶりますんでね。で、気合出したら開けるから、それちょっとやってみます。はい、よし、あっ、これは普通の普段の組手とか、まあ、普段の競技の時はこんなことしなくていいです。当然ね、練習のために目をつぶっているので、普段はこう目を開けてやるんですけど、練習方法としてこの目をつぶってやってみてください。で、これ目を開けた状態に元に戻した時にめっちゃやりやすく感じるはずです。はい、以上になります。ありがとうございました。いいね。はい、今日はカウンターの特訓法についてお伝えしました。まあ、タイミングで、ね、反応速度を上げるための練習法ということで、情報に負荷をかけると、体そのものの動きを速くするんじゃなくて、頭の中でこう選ぶ時間を、ね、これをこう短くすることが大事なので、そのためにはこう、ね、普段情報に負荷をかけておいて、で、普通に戻した時に余計にやりやすくするように、する練習の方法を、紹介しました。まあ、いろんなところで、ね、応用が効くと思います。まあ、空手とか別にテコンドー以外のものにもいろいろね、応用してもらえれば効くと思いますので、よかったら参考にしてください。はい、このチャンネルが、なんか役に立つそうと思った方はぜひ、高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。せーの、せーの、あれ、先生のサンドバッグになってます。末松大です。よろしくお願いします。あなたの目標は何ですか？全国1位です。全国1位、何の？いや、ダブル T の。ダブル T のやつ。はい、はい、ITF もやってますね。はい、 ITF はどうですか？どうですか、うん、今何曜日？今黄色です。うん、両方やってますね。はい、両方のいいところを吸収して、はい、強い選手になってください。はい、はい、じゃあこれからよろしくお願いします。せーの、いいね。